こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日もちょっとお金の話をしたいんですけども、皆さんは貯金いくらぐらい今あります？今回ですね、年代別の貯金額についてちょっとお話したいんですけども、そうですね、貯金100万円以上ある方と100万円以下の方とに分けてみましょうか。まずね、20代なんですけども、平成2年の記録です。20代、要するに平成生まれですよね。この方たちが 71.5% の割合で100万円以下の貯金額なんですよ。だからほとんどの方が100万円も持っていないってことですよね。まあですので、逆を返せば100万円以上の貯金がある方、金融資産がある方っていうのは3割ぐらいにとどまってるんですよね。そして平均値なんですけども、貯金額113万です。20代で113万の貯金がある方が平均値になってますね。で、平均値にはものすごく貯金額が高い方のトリックがありますので、今回中央値も紹介したいと思います。中央値、だいたいどのぐらいが20代で貯金を持っていれば、まあ人並みなのかなっていうことなんですけども、これなんとね、8万円なんですよ。8万円って貯金って言えるかなっていうところがあると思うんですけども、はっきり言って携帯代とかね、電話代とか、それから家賃とかの振り込みに用意しておく金額、カツカツだっていう言い方もできますよね。まあ20代はこんな感じです。で、今度30代なんですけども、30代で貯金が100万円以上ある方っていうのは実は 49% しかいません。2人に1人が100万円以下の貯金額なんですよ。で、貯金の平均なんですけども、これなんとね、30代だと327万が平均値です。で、30代の方、平均額の貯金327万ですよ。どうですか、お持ちですかね。で、中央値にちょっとね、話を変えてみると、中央値はなんと70万なんですよ。ですので、言ってみれば8割ぐらいの方が貯金というかね、銀行口座に70万円ぐらいしかないので、そうですね、本当に平成生まれっていうのはまだ若いとはいえね、ちょっとお金についてかなりシビアな現状がここで伺えるかなと思うんですよ。次はじゃあ私と同じ40代、昭和40年代生まれとかね、あの辺にちょっとフォーカスしてみましょうか。昭和50年生まれの方もいるかもしれません。40代での貯金が100万円以上いる方は綺麗に、2人に1人が100万円以上、100万円以下で分かれております。で、平均値なんですけども、大体40代になるとね、平均が、そう、貯金額が666万が平均値というふうになっています。そして中央値なんですけども、なんとね、ほとんどの方が貯金額は40万円前後らしいんですよ、40代で。いや、本当にね、なんと言いますかね、ロスジェネ世代の影をここに落としているかなっていうところですよね。そして同じ50代に視点を移してみますと、ここもね、ちょっと暗い現実があります。なんとですね、50代では貯金100万円以上いる方っていうのは49%、 やっぱりね、2人に1人なんですよ。だから2人に1人が100万円以下の貯金でやっているってことですよね。平均値はなんと924万で、大きく二極化がここで現れてるんですよ。50代になってくると、貯金額が1000万以上あるね、悠々自適な方と、やっぱ貯金がうまくできなかった、100万円も持ってないよって方が混在してるって形になります。そして中央値がなんとですね、30万に落ちてしまうんですよ。ですので、ほとんどの方が家賃とか携帯代、光熱費、買い物の引き落としの分ぐらいを預金に入れてるのがやっとっていう現実が伺い知ることができます。じゃあ60代はどうなんですかね。60代っていうと戦後間もない生まれです。昭和、そうですね、20年代とか30年代の生まれじゃないですか。まさに昭和を全部生き抜いてきた、その世代が60代に現れているんですけども、なんとですね、貯金100万円以下の方っていうのがそれでもね、 38.5% になってるんですよ。まあ、ですので、結構苦しい暮らしの方が、バブルもあり、高度経済成長もあり、さまざまなエピソードがあって、万博もあったりしたんですけども、東京オリンピックもあったんですけども、なんと4割ぐらいの方が貯金が100万以上作れなかったよってことなんですよ。しかしですね、60代での貯蓄額の平均値は1305万になってきます。だから、年を重ねた人はお金を持っているっていう、そういうふうなね、幻想がここに見えるんですが、いつもの中央値で見てみましょうか。60代でほとんどの方なんですけども、300万の貯金額があるのが、まあ言ってみればやっとっていう現状があります。300万ですよ。で、これから70代とか80代っていう収入が少ない時代を過ごすのに、300万の貯蓄額、要するに老後2000万円問題ってありましたよね。2000万円には遠く及ばない貯金額でほとんどの方が過ごさなければならないというね、そういう現実がここにあるわけなんですよ。さあ、ではですね、全ての年代で平均値を取ってみましょうか。全部を見てみると、20代から60代まで、まあほとんどの労働可能人口ですよね、こういった方々のいわゆる現役世代が持っているお金っていうのは
100万円の貯金に対して 53.4%、半数割れの方が100万円の貯金を持っていないということがここに弾き出されます。そして平均の貯金額は全年齢を通じて平均ですよ、653万円、ね、これが平均値なんですよ。平成あれ令和2年の結果です。で、中央値になるともっと恐ろしいです。中央値ってのはそうですね、ざっくり捉えて8割ぐらいの方がこの貯金額ですよってことなんですよ。それは50万円です。ですので日本人ほとんどの方、全年代を通じてまあお金を持っていないっていうかね、収入が2ヶ月止まったらもうね、もう借金生活に入っちゃうよって方ばかりなんですよ。家を持っている方、車を持っている方、いろいろ資産を持っている方、いろいろいますけども、平均するとこんな感じになってしまうってことですよね。中央値50万円ですよ。さあ、あなたはどの辺にいてどういうふうにお感じになったでしょうか。貯金が非常に難しい時代っていうのは別に今に始まったことではなくって、今60代を過ごしている方でも戦後間もなく生まれてですね、高度経済成長があって、バブルがあって、万博があって、オリンピックがあった、でも貯金をするのは非常に難しかったと感じるような人生だったっていうふうに60代以上の方も思われてるんじゃないですかね。反面、やっぱり二極化が極端に現れてるのが今ではなくって、今60代以上の方です。悠々自適の隠居暮らしをしている人、そして自分の家をどういうふうに相続しようかな、相続税について頭を悩ましている人がいる反面で、相続どころかね、借金の相続があるから相続放棄をしようかって方もいらっしゃるっていうことがここでわかるんですよね。さあ、貯金に関して今回はお話ししてみました。貯金額100万円できて、100万円以上の方、100万円以下の方、いろいろと見てきましたけども、日本人のほとんどはお金がないっていう現実がそこに見えただけになってきましたね。一体いつからこういうふうになっちゃったんですかね。いつの時代日本人は豊かだったと言えるんでしょうか。それは単なる幻想だったんでしょうか。皆様はどういうふうにお感じになったでしょうか。じゃあね、これについてもっと深掘りしていく動画を今度作りますので、パート2でお会いしたいと思います。では本日は以上です。